北岸。ちょっとそれって私のことですか？風と共に北岸か。いや、ちょっとそんなかっこいい称号をつけられてもちょっと困るっていうか。ちょっとさ、あと、一個聞きたいんだけどさ、Q の回復ってこんなもんなのかな？なんか一向にあのかっこいい Q が、はい。キスの愛先輩。やだ、かわいい。風神のご加護があらんことを。風神のご加護があらんことを。知ってますよ、常識ですよね、この世界の挨拶ね。私はセピロス騎士団の偵察士。セピロス？アンバーよ。かわいいんだけど。かわいい。あんた、モンドの人じゃないよね。両手バレたわ。身分の証明はできる？風神のご加護があらんことをとっさに合わせた機転悪くなかったと思うのに。そうなんです、怪しいのはこのパイモンだけで、私はただのあの風の騎士です。怪しい人はみんなそう言うわ。ね、待って、選択肢がこんにちはリゼラしかないんだけど。いや、まあでも挨拶って大事だしね。いや、可愛いよね、ほんと可愛いな。いや、みんなのコメントも可愛いし、免許証ある、あの職務質問やめて、あの免許証は家に忘れてきちゃって、あのこんにちはリゼだ。ここら辺の地域じゃ珍しい名前ね。マジかよ、キャラクターに馴染むと思ってこの名前をヘレエスタ入れずに身分隠してるのに。それからそのマスコットは何なの？この前釣り上げた非常食だ。全然違う、マスコットイカじゃないか。もうすぐ昇進できるよ、マスコットに頑張ろうな。とにかく旅人よね。ああ、旅人っていう名目があれば別にすぐさま切られたりとかはしないんだ。近頃モンド城の周辺で大きな竜が出没してる。だから早く城に入った方がいいわ。さっき出会った、ああ、まあでもその竜くらいなら私みたいな風の騎士ならサクッと討伐できちゃうかな。ここからモンドまでそう遠くもないし、ここは騎士の務めとして城まで送ってあげる。へえ、まあ私も風の騎士だけどね。まあでもここはセピロス騎士団の騎士のお世話になろうかな。まあここは顔を立ててね。任務があって城を出たんじゃないのか。にしても登場シーン華麗だったな。もちろん任務もあるわ。でも安心して、任務を行いながらでもあんたたちの身を守ることくらいはできるから。やだ、かっこいい。私守られてる。それに怪しいものを放っておくわけにもいかないからね。こういう言い方は客人に失礼だと客人が言っております。こっちを信用してないようだ。これ誰宛てなんだろうね。じゃあこっちを信用してないようだ。ごめん、優秀な騎士にあるまじき言動だったね。ちょっと礼儀正しい、騎士の鏡なんだけど。謝るよ。見知らぬ、その、尊敬できる旅人さん。おい、一気にこっちの格が落ちたよ。いや、まあ、分かってもらえればいいっていうかね。私もちょっと、すいません。あの、恐ろしいモンスターに出会って気が動転してたところがあるからさ。めちゃくちゃ可愛いな。騎士団ガイドで決められた言葉に不満でも？おい、マニュアルか。マニュアル対応だったのかよ、今の。返してくれ。あ、かわいい。アイテムだ。ウサギ伯爵。え、なんで？かわいい。これ何に使うの？あいて。でこい。でも向こうも当たってなかったね。戦えるなんて思わなかった。あ、見てた、私の華麗なる E の暴発。支援ありがとう。ねえ、戦ってどう思った？ちょっと、まあ、めちゃくちゃ可愛いな。あ、別に変な意味じゃないけどね。本当に変な意味じゃないんだけど、ちょっと可愛い。いや、本当に変な意味じゃないんだけど、同性としてね。まあ、まあまあじゃない？さあ、私についてきて。うん。真面目で優秀な騎士が、あんたたちを城まで守ってあげる。いや、まあ、別に一人でも行けるけど、もうここまで一緒に来たのもなんかないんだしね。別に、モンドまで行くのぐらいいいよね、一緒に。いいなぁ。そうだ、一緒に騎士団本部へ行く前
前に、うん、あなたに渡したいものがあるの。何？え、ちょっとまだ困るよ、そんな気が早いんじゃないかな。まあでもひとまず聞こうかな。さっき一緒にスジャールの巣を片付けてくれたお礼だよ。そんなもう絆結ばっちゃった？おいおい、オイラにはないのかよ。ちょっとパイモンはもうマスコットに昇格するまではで、パイモン可愛いな。このキラキラの星座みたいなのなんだろうな。パイモンちゃんには使えないものだからね。そうだよ、手の指のサイズ違うんだから。でも今夜はモンド名物の人参とお肉のハニーソテーをごちそうしてあげる。人参のグラスいる派？いらない派？人参とお肉のハニーソテー、とにかく私についてきて。私はあると高いところに行きましょう。わあ、そういうシチュエーション大事にするタイプか。いや困っ、いやまあまあまあ、でもね、ここまで一緒に来たしね。うん、うまい。ありがとう。いや、本当はやばいな、私。やっぱ風の騎士の素質あったが。いや、すいません、なんか。大丈夫？アンバーちゃん、そんな！いや、でもやってよかったのか分からんぞ。誰？巨竜と戦えるほどの力を持っているとは、我々の客人となるか、それとも新たな嵐となるか。まさかあなた、ジン。風魔竜が、町内を襲ってる。いろんなこと起きすぎてわからん。ガイア先輩、違ったわ。恋人さん、ちょうどよかった、一緒に。ガイア先輩、名前コメント欄で見たぞ。待て、アンバー。あ、待って、人気者さん。見たことないやつがいるんだが。は、別に ID 真っ赤じゃないが。あ、そうだった、こちらはガイア先輩。はあ、はあ、私たちの騎兵隊長なの。あ、彼が隊長。この人は来た旅人さん。は、風の騎士だが、今しがた風魔竜と張り合った風の騎士だが。遠いってことしかわからないのか。は、個人的な尺度で物事を測らないでほしいんだが。ことの経緯はこう。はい。あ、でもなんか人気者っぽいな、かっこいいもんね。なるほど。モンドへようこそ。お邪魔します。しかしこんな最悪なタイミングで来るとはついてないな。いや、私はこんなことになるとは思ってなくて、なんかごめん。俺にもわかるぜ、血縁者と離れ離れになる辛い気持ちがな。そうなんだよ、本当はお兄ちゃんのために銀兵詩人を探してたんだけど。それからなんで風神を探してるかは知らないが、めっちゃ早口で自分の事情を話しちゃったわ、先に。誰にでも言いたくない秘密はお前もその口だろう。秒で喋っちゃった。なんか人気キャラっぽいな。ワクワクしてきた。どんな展開が待っているんだ。かっこいいな。だから聞かないでおいてやるぜ。余裕を感じる。とにかく騎士団を代表して礼を言うよ。いや、まだ解決したとは言えない状況だし、風の騎士としては災いを放っておけなかった。さっきの風魔竜ペラペラでくさ、好きあらば自分が手にしちゃった。全員お前たちの活躍を目撃した。あ、マジっすか、困るな。ちょっと風の翼もらって秒であんなお立ち回りしたの、モンド中の人に見られちゃったか。代理団長もお前たちに興味があるみたいでな、騎士団本部までどうか来てくれないか。鳥海さんなんだ、声。あ、ちょっと声ガラガラってなっちゃった。待って、でも城を襲ってるんじゃないの、まだ行ってる場合かな。エスケープから開く、メール開く、目羽もらえる。あ、ちょっと待ってね。美人美人じゃねえんだ。私、金髪のポニーちゃん好き。ジン、焦りすぎよ。ここで迎えるって話じゃなかったの？女性？場外でも活動しているようだ。あったらなるべく早く。焦る必要はないわ。私も協力するから。私も協力します。代理団長様、連れてきたぞ。ジン、やだ、素敵。と、ここまでの経緯はこんな感じだ。まさか女性だと。かっこいい。なるほど、モンドへようこそ。はあ、風と共に訪れし旅人よ。あ、風神のご加護があらんことを。私は代理団長のジン。はい。こちらはリサ、騎士団の図書館司書だ。あ、あなたは司書さんなんだね。あら、人手不足を手伝いに来たよい子ちゃんかしら。はい、私がいい子。ちょっと待ってよ。わ、私覚悟はしてたんだわ。あのリオンさんの説明でキャラクターがめちゃくちゃ魅力的なのは覚悟してたんだけど、マジか。可愛いわね。そ
そうですか。ただタイミングがあまり良くないわ。すいません。風魔竜が目覚めてからずっとこのモンド周辺をうろついているの。はいはいはい。ここ一帯に大きな混乱をもたらしているわ。そうか、なんか生態系といい、最初に人間と喋ってるとこ見ちゃったからあんまり悪い印象なかったけど、モンドの人たちはガチで困ってるの。おまけに今のモンドは、元素の流れと地脈の循環が、子猫ちゃんが遊んだ後の毛糸玉みたいになっていてね。なるほど、絡み合って乱れまくってると。魔法使いにとっては最悪な状況よ。肌も気分も調子悪いわ。魔力とかなんかマナ的なものの乱れとかがあると影響しちゃうんだね。それがなければ尋ね人の張り紙を出すよりも騎士団がもっと効率のいい方法で君たちを助けられるのだが。お兄さんの、でもちょっとそんな場合じゃなす。あとちょっとみんなに一つだけ言っときたいことがあるんだけど、私この白のズボン、こう上までこうあるタイプの白いズボンがめっちゃ似合ってる女性のことすごく好きだから、めっちゃ好きだから、かっこよくない？これ着こなせる人さ、まあ、ちょっとリアル基準で考えるのは違うけどさ、こういう衣装が似合うタイプの人めちゃくちゃかっこよくない？衣装センスがあまりにも好きすぎるんだけど。ね、もうしばらくモンドに留まっていてくれ。はい、喜んで。セピロス騎士団が問題を解決してみせるから。騎士団に丸分け、丸投げするわけにはいかないですよ。オイラも手伝うぞ。なんか深刻なこと言うかと思った。深刻なことだろうが。じゃあ作戦を練るとするか。いや、衣装のセンスが好きなの大事なことだよな、ゲームにおいて。風魔竜がモンドに攻めてきたことで、逆に災いを集結させるきっかけを与えてくれた。ああ、まあそうなのかな。倒せば解決するのかな。それとリサの魔法で探査したところ、モンドを包む暴風の源が分かったんだ。なるほど。ほう、どこなんだ。何の、どこの。放棄された四風守護の神殿よ。はあはあ。風魔竜があの暴風を引き起こせたのはそこに残った力のせいなの。じゃあ直接討伐しなくてもその力を何とかすればいいってこと。私たちの目標は放棄された4つの神殿のうちこの3つだ。はあはあはあ。3つだけの理由についてはみんなも分かっていると思うが。みんなちょっと、なんで3つだけなんだと思う。私も分かってるんだけど、一応の確認ね。話の分かんない女だってジンさんに思われたくないじゃん。一応の確認ね。なんだと思う。ね、わからないんだけど。タイモン、もん、後でまた聞こえ。ごめん、モンド人だけがわからん。もうこの了解かも。はい。セピロス騎士のみんな、時間は限られている。なんでなんだ。結局わかんないままなのか。暴風が猛威を振るっている今。わからないです。そんなみんな。この災害がさらなる拡大をする前に。はい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 。神殿の